ビバン、ノギ、両親の写真を持ち歩く理由が判明ファン感動、切ない、泣ける。俳優の堺雅人が主演、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司が共演する TBS 系日曜劇場、ビバン、毎週日曜6時の公式 SNS が26日までに更新され、乃木が両親の写真を持ち歩く理由が明かされた。公式 SNS では、乃木は、両親の写真を持ち歩き、愛について考えるときはいつも眺めています。2話の大使館や6話のホテルでも見てますね。1話でタクシー運転手に騙されたのもそれが原因です、と裏話を披露し、愛を知ろうとする乃木は7話でついに動き出します。と予告した。ファンからは、愛の意味が深そう、乃木が考える愛とは、一体どんな形になるのでしょう。そして、どのような結末になるのか、楽しみです。切ない理由ですね。幼い頃に引き離されてしまった両親の写真を肌身離さず持ち歩く乃木さん、純粋な思い、報われてほしい、愛の意味を考えて、泣ける、などの声が寄せられている。本作は、半沢直樹、シリーズ、下町ロケット、シリーズ、陸王、ドラゴン桜、などを手掛けた福沢克夫氏が演出だけでなく原作も手掛けた完全オリジナルストーリー。福沢監督と共に日曜劇場を作ってきた制作スタッフが集結し、主演の堺雅人のほか、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司ら豪華キャスト陣が出演する。